前回のカズクラ、母さんふと村を見てみると、うん、馬で散らかっている。このままでは母さんできないやつだと思われてしまう。わかったよ、できる人っぽく片付け頑張るよ。前回はただ片付けるだけの動画でした。はい、どうもこんばんは、カズクラです。おー、飛んだよ。はい、カズクラでございます。いやー、どんどんね、この村がね、賑わっておりますよ。ほんでね、前ちょっとね、馬の方向性についてアンケートを取ってみたんだけども、とにかく、この馬の方向性を教えてくれ。あー、でもなんだかんだね、根沢へ飛ばそうっていうね、まあ、真面目な意見もありますね。ただ、養殖か。いやー、やってみるか。いや、ちょっと前回撮影してからさ、あんまり時間経ってないから、ちょっと馬さんがね、またね、繁殖できるかどうかわかんねえんだけど、金の人参はちょっとね、コスト少なめだからいいよね。あ、どうせないくつか作っとくか、これ。まずね、これプイってやって、でプイ、あ、29本もできたよ。上の方行こうかな、これ。よいしょ。さーて、行くぞ行くぞ。あー、あんなところで馬さん、あれあれ、あ、やばいやばいやばい。脱走始まってる、脱走が。まずいなぁ。まあ、いっか。とりあえず、白い馬さんに、ぽい。およしよし、食べたよね。もう一回、届くかな。届かねえな。白い馬さんに、ぽい。よし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 。ほんで、よしよし、また白い馬さんができたぞ。とりあえず、白い馬だけ増やすことにね、専念しよう。また今度来るね。で、ここら辺にちょっとチェストを置いて、よいしょ。また今度な。いやー、また今日もね、いいことできましたよ。でも本当に最近この村がね、この食べるスピードでわかるんだけど、これが遅いとね、村が重たい。ね。いくよ。あら、言うほど遅くなかったな。さっきちょっと重たかったんだけどね。やっぱちょっとギミックとか動物椅子になるのが絶対問題だよな、これ。まあ、そんでね、本日は、またね、村を綺麗にするということで、やっぱ断捨離というか、移動がね、必要になってきたんですよ。いや、結構ね、ね、今福井だとさ、新幹線、まあ、新幹線が通るということで、その、土地問題だよね、厄介なのは。何の話かって。いや、たぶん、マイクラでもあるんで、立ち退き。要は今日は立ち退きの話でございますよ。そんでね、もうわかるでしょ、今回これ。ちょっと下まで降りてみよう、これ。この村を綺麗に作るためにはだよ。そう。この正面に見える、この橋みたいなのを綺麗に作っていきたい。ただ、これね、二つ、ちょっと代表的な作品があるんですよ。そんで、今回はね、立ち退きです。こちら、2体はね、改めて、パワーアップしてね、もう登場する予定なので、まあ、そこら辺はご安心ください。カズクラの再生能力でね、絶対に再生されるんで。というわけで本日は、立ち退き、行ってみましょう。いや、これ結構大変な作業なんだけどね。あ、まず、今回はね、TNT ですよ。この TNT で一気に爆破するという企画。ただ、これだけは壊れないので、ちょっとこれだけね、あらかじめちょっともう壊して回収しておく。よーし、ようやく終わったぞ。ほんで、ちょっと貴重なやつだけね、ちょっと回収させて。だいぶ分は壊すからさ、欲しいやつだけ、ちょっとね、もったいないお化け出るからね。よーし。じゃあ、まあ、あらかじめ、代わりにこれ、ね、ぶっ飛んでおきましょう、とりあえず。こういうとこからなんだよな。いや、今回は2回に分けてね、行こうかな。いいね、いいね、いいね、いいね。まず、爆破プロだからね、これを一発でね、壊していきたいよね。ちょ、待って、コッパみじんぎするからな。待ってろよ。で、裏側からうまいことやっていきたいよな。ちょ、待ってろ。もう、なんとなくわかるから。こうだよな、多分。こうして、いや、ちょっともったいないんだけどさ。これ、横通りかかっただけでもなったっけなぁ。これは間違いないよな。まあ、いいや、とりあえず、ほい、よし、絶対いける。あと、感じ的に、ボムが、ここにも絶対いるでしょう。ここにもいると思うし、ここにもいるよな。これに、綺麗にね、ぶっこんでいく形でね。よいしょ。ちょっと一旦ね、爆破実験とか、寝ようかな。あ、これ心配だからな。ほい。あー、よく寝た。で、ちょっと実験。こう置いて、こうやって横通った時は、つくのこれ。あ、つかない。
トレンド気がつくんだっけ。あ、そうだ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 、分かった分かった、分かりましたわ。うん、分かりました分かりました。あ、ちなみに埋まってる場合はどうなんだろう。こういて、この時は、あー、なってる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 、オッケー、大体分かったよ。ほい、で、ここを通して、これはこれもちょっともったいないもったいない、きれいに作るぞ。ぽい。よしよしよし。つながったつながった。難しいから、横一列行こう。はい、オッケー。よいしょ。よし、多分できたぞ。ぽいってやって。よーし、ではね、行きましょう。いや、一応 TNT プロだからね。一発うまくいく。よし、行って。あ、上からなんか落ちてきたで。え、待って。まずいか？ビューティフル。あ、一撃だったね。あ、やっべ。あー、壊れつんたー。収録前で直すわ、これ。うーわ、めんどくさ、これ。うわー、めんどくさ。よーし、んなものかー。っていうか、地下一体何なんだろうね、これね。ほんで、次、本番行きますか、こっち。あ、ちょ、待て、リアルのバンコルいる。よし、こっち来い。危ないぞ、こっちは。離れろ。よしよしよし、いいぞ。ここでお留守番しなさい。うんじゃ、こっち、メイン行きましょう。俺頑張るから。あ、メイン行く前に、これ、ちょっと俺気になるんだったから、これ読むわ。JK 女子です。カズさん、好き。うわ、嬉しいなぁ。カンさん、2歳女子です。いつも楽しく拝見させていただいております。これからも頑張ってください。ちょ、待て。引っ掛けだろ。わかんすぎない。2歳女子ってなんだよ、2歳って。漢字書けねえだろって、そんなもん。まったくもう困るわ。もう女子だとね、もう、コメ採用するのが間違いだからね。いや、ほんとに。では、最後行きましょう、これ。だからその前にね、貴重なやつだけ、ちゃんと回収させていただきよう。ていうか、どんな装備してんだ、ここ。耳が飛び出るようになったりとか、いろんな装備してたんだな、これ、仕掛けが。凄すぎだろって、これ。よーし。な、こっからだな。任せとけ。まずはね、尻尾から行こうと思うんだけど。2個開けて、こんぐらい入っていったら完璧だろ。よし。あ、そんで、寝よ。よく寝たー。さあってすごい作業になるぞ、これは。いや、これはね、もう華々しく散ってね。最高の姿で生まれ変わらせるんだからな。いや、これがうまくいかないと絶対ね、できない。そういうものは。では、こうだな。最下位、15マスだったっけな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。あ、もうここら辺から怪しいよなー。どうすればいいんだろう、これ。あ、こんでいいのかな？あ、多分こんでもつながるかな。ちょ、待って。テスト。これつながるの？あ、繋がらないよね。危ない。ボンミスするとこだった。こうして。こんでいいのかな？どうなんだろう。まあ、いいや。とにかく行こう。こうして、ほんで、あとは埋めたりする作業なんだけど、待てよ。なんかちょっとまだら模様にしようか、これ。あ、こんでいいな。で、ここも線を引いていきまして、ちょっと待って。なあ、じゃあ足残っちゃって、ああ、引火したー。こんだけ壊れたってこと、正解。ああ、綺麗に壊したかった。ああ、もう、ああ。いや、もうさ、最後もう、ここまで行っちゃったらもう仕方ないわ。最後は綺麗にやってやるからな。最後、綺麗に供養してやるからな。待ってろ。よいしょ。ほい、よし。多分行くはずはこれで。パワーアップして、みんなのリクエストもね、なんかあったらコメント欄によろしくな。どのようにパワーアップさせるのか。で、行こう。弓矢がない。で、行くぞ。てい。ごめんな。行ってこい。おう。私はカズさんが大嫌いです。半端だな、お前。はい、とまあね、本日はこんな感じで終わりましょう。いやほんと一発で綺麗に壊すとこ見せたかったんだけどね。まあでもね、うん。これで、綺麗なね、橋はね、作れるようになったと思う。
まあちょっとね、みんなのね、リクエストをね、取り入れて、今回、破壊したですね、おぎりゅうと、そしてね、隙間男、再建しますので、ぜひぜひ、ナイスなアイデアをね、コメント欄の方よろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。